Speaking about Sword Art Online and Association Ligris, okay, we back. Actually, we are on the Sword Art Online Alicization Ligris again. We just the fun is the most characters already was unlocked. Well, I actually bring me in TI. Actually, to be honest, I never done this before. Well, part of you know, the character need to develop actually, to be honest. Wait, this one have any team he level? level setting on it. So as you know the Unforgettable is the most highest level one is a 120. Well, 100, a level 100 character you need to build up. But I'm not sure this is a great idea to be honest with. To be honest, I never do that again. So they have the other one, but they had it requested. So the recommend enemy levels 120 more than some of them. Well, you know, we already have those characters, so let's do it. キリト、地球頼みたいことがある。ん?なんだ?北帝国の旧帝城の地下で魔獣が活発化しているらしくてな。なるべく早く討伐してほしいと、その地域に住む貴族から要請があった。旧帝城で?カランとか原因なのか?そこまで強い魔獣はいなかったはずだけど。すぐ出発するよ。すまねえな。よろしく頼むぜ。 よし、これで準備はできた。キリト。ティア、脅かすなよ。任務、私も行く。え?プレミアが教えてくれた。キリトを一人で行かせたらダメだって。いやいや、多分大丈夫だよ。急に襲われることはなかったはずだから。何が何でもついていく。分かったよ。一緒に行こう。 やった。ストレアが教えてくれた通りだ。何を教わったんだ。
キリト、まだつかないのか。もう少しだけど、休憩にするか。いや、あと少しなら大丈夫だ。目的の城なら、ほら、あれだ。まだ距離がある。あ、いや、行くのはそっちじゃないんだ。こっち？方向が違う。前に来た時は侵入…いろいろあって、そこから城の地下に入ったんだ。あそこから？ああ。これが入り口なのか。あ、じゃあ早速と、その前に情報が必要だな。魔獣が活発化してるって言っても、どの程度なのか。どの程度？ああ、井戸の中が魔獣でいっぱいだと、さすがに二人だけじゃ危ない。それは大変。知っている人を探してくる。ああ、って、おい、遅いな。何かあったのか。動かないで。お前こそ武器を下ろして。いつの間に背後。話を聞いてくれ。俺たちは別に怪しいものじゃない。分かったわ。ティアも武器を下ろしてくれ。なるべく穏便に済ませたい。分かった。話を聞いてくれる相手でよかった。声の感じからしてそうかなと思ったが、やっぱりクレハだ。俺はキリト、こっちはティアだ。対策本部から来たんだ。君は？クレハよ。それで二人とも何してたの？なあ、実は。なるほど。旧帝城の魔獣活発化の対処ね。なあ、対策本部まで依頼が来てな。そういえばティア、何か情報はあったのか。知っている人間には会えなかった。あ、それなら私わかるわよ。ここに来たのも魔獣を何とかしないとって思ったから。武器を向けたお詫びってわけでもないけど、そういうことなら協力するわ。足手まといにはならないわよ。ありがとう。ぜひ頼むよ。入ってすぐに大量の魔獣がってわけではないけど。ああ、気をつけていこう。分かった。
Discharge!
大丈夫。
ジェネレートクライオセリック、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 
ジェネレーター組み合わせ、リターン。ジェネレーター組み合わせ、リターン。
そろそろ城の入り口だ。もうすぐ終わりだよ。暗い、不気味、あまり長くいたくない。確かにあんまりとどまりたくないよな。それなら早くあいつを倒さないとね。ほとんどの魔獣はあまり強くないのだけど、一体ものすごく強いのがいるのよ。なるほど、早く終わらせよう。おお、わかったわ。ものすごく強い。来るぞ。こんな攻撃。待て、次は避けろ。クレア、大丈夫か。ちょっと盾に頼りすぎたわ。私が狙いを引きつけるから二人で攻撃を。分かった、クレハも油断しないで。それで行こう、なるべく早く終わらせるぞ。来なさい、さっきのようにはいかないわよ。強かった。確かに引きつけるって言ったけど、あそこまで猛攻を受けるとは思わなかったわ。恐ろしいほどの執着だったな。あ、とにかく
クレハもお疲れ様。本当に疲れたわ。あれは？キリト、宝箱。ああ、今回も出たな。今回も？どういうこと？ちょっとな。ティア、開けてみよう。わかった。剣だ。まあそうだな。見た感じ、例の剣で間違いないと思う。探検ね。例の剣って？最近使えない剣を見つけるってキリトが。言い方。あ、まあ最近よく見つけるもんだから気になっててさ。対策本部からも持ち帰るように言われてるんだ。いつもこんな危ないことをやってるの？そうだな、いつもこんな感じだ。今回は相手が悪かった。本当はもっと簡単。結局相手が違っても似たり寄ったりなのね。そうなるかな。決めた。え？私キリトさんについていくわ。え？どうして？なんていうか、キリトさんのことほっとけないような気がするの。あなたの方が強いはずなのに、私に背後を取られていたし、さっきの魔獣だって何度も攻撃を受けそうになってたじゃない。それはクレハの言う通りだから、キリトは私が守る。ティアの強さは認めるわ。でもティアの戦い方って力任せって感じがするのよね。クレハは肝心な時に防げていない。盾は飾りだと思う。二人ともその辺にしようぜ。確かに苦手なことはあるだろうが、そこは補い合えばいいだろ。俺だって無茶はするし、一人で突っ走ってる自覚はまあなくはない。それよりもだ、クレハが対策本部に来てくれるなら俺たちの仲間にならないか。対策本部？対策本部は人手不足なんだ。クレハが参加してくれたら心強い。分かったわ。さっきも言ったけど、キリトさん危なっかしいしね。クレハ、この先いろいろあるだろうけどよろしくな。こちらこそよろしくね。対策本部に戻った後、早速クレハの模擬戦が行われた。意外なことにクレハの粘り強さもあってか、模擬戦は長引いた。城では慣れない装備で戦っていたから実力を出し切れていなかったらしい。模擬戦は長期戦になり中断となったが、粘り強さと俺の紹介でクレハは対策本部への参加が認められた。模擬戦の後、ベルクーリさんから会議スペースに呼ばれた。何か話があるようだ。それで俺に話って？おう、来てくれてありがとうよ。早速なんだが、例の件について分かったことがある。本当か？あれは一体何だったんだ？ああ、お前さんも見りゃ分かると思うが、あれは実戦向きじゃねえ。調べたところ、8本で儀式に使われていたらしい。儀式？確かにあの装飾具合は儀式向けっぽいな。ああ、随分と前に廃れちまって今じゃ誰も覚えてねえらしいがな。面白いのはここからだぜ。セブンのジョーちゃんが言うにはな、あの8本を1本の新しい剣に鍛え直せば。鍛え直せば？
人気相当の武器になるかもしれんとさ。本当か？すごいな。使いこなせるやつが対策本部にいれば大きな戦力になるだろうよ。最後の一本期待してるぜ。あ、見つけたら持ってくるさ。So your favorite seiyuu, yes, it was Sakura Ayane. Yeah, you may know Hokureha already on the Fatal Bullet. Well, I didn't play the Fatal Bullet yet because I didn't have time to bought it. Well, it does. If you remember the Fatal Bullet game on Soul Art Online, you know already. So you are asking me, are you sure it voiced by Ayane Sakura? It does. People can recognize Kureha's voice as well as what? Yotsuba, Nakano Yotsuba from Gotobu no Hanayome. I just picked the wrong enemy somehow, you know. So thank you so much for watching this video. If you want to see more Soul Art Online video, be sure to smash the like, subscribe if you are new, follow me on Facebook, Twitter, Instagram, and also HoYoLab. And follow me on Facebook, Twitter, Instagram, and HoYoLab, link in the description box below. See you guys soon. Assalamualaikum and goodbye.